自衛隊は横須賀佐世保舞鶴大宮とそこの船に各部隊の司令部に並び所属艦艇が配置しております。はい、船には第1輸送隊とか全自衛隊第4護衛隊に第12護衛隊などさまざまな部隊がありますね。そのさまざまな所属する艦艇今からご案内いたします。はい、まずここインバースという桟橋には今グラスね30列でね艦艇が並んでおりますね。手前前後の船はねなんか一回り大きな船に並んでおりますね。で真ん中の船これがね護衛艦と呼ばれる船です。はい、艦番号158、こちらが1993年に就役いたしました。はい、浅利方護衛艦のこれ8番艦の海霧でございます。でこの海霧ちょっとご覧ください。今ブリッジ の上にありますレーダーマストをぐるぐる回ってますね。あれ3次元操作レーダーが回っております。はい、これで今おそらくレーダーを回しながらもしかしたら出航の準備に取り掛かってるかもしれませんね。これが今度大隅という輸送艦です。この大隅は先日までトンガ王国であの噴火による災害が起きた時トンガ王国の災害支援に日本から派遣されておりました。その際陸上自衛隊の護衛隊とですね陸上自衛隊の特大のチヌークという大型のヘリコプターをこの甲板に乗せた状態で派遣されています。でこの船は輸送艦といいまして大量の物資を運ぶことができますがトラックごと丸ごとねそのままね搬入できるんです。トラックを50台以上、まあ、戦車も搭載できます。はい、ということで今横にはこの、ね、旧型の親潮型潜水艦並んでおります。はい、この親潮型はね表面がこうやってねおひさむな形でテカってとても綺麗ですね。で大体潜水艦って全長がねこれ84メートルぐらいあります。で実はこれ今ね高さが10メートルあるんですが2メートル今甲板上浮かんでますが実は8メートル今沈んだ状態で、これ右側はね日の丸国旗があるところはね潜水艦の艦首ですね。で、あの2メートル喫水の下に8メートル全体沈んでいると思いますがその喫水の艦首におそらく533ミリの魚雷発射艦がね発射口がございます。で、真ん中には清流というこれ環境ありましてね左右から線だって舵が伸びてます。ちなみに三菱製と川崎製の違いはですね、このハッチが楕円形の形してるのがこれ川崎製で、三菱製はこれ四角い形でハッチがね四角い形してるのが特徴でございますね。これは二隻ともこれ川崎重工製ですね。はい、ということで後ろ見ていきましょう。自衛艦機の後ろにはこうやって後ろに火事ですね。これ後ろ火事、縦火事と横火事がね十の字にクロスしておりますが。船体の5分の4は沈んでおりますから縦かじの上半分部分だけが魚の毛みたいに突き出た状態、これが中型の親潮型の特徴です。それに対して今からご覧します総流型横ご覧ください。斜め45度からかじが出てますね。これがですね世界で初めて採用された X 型のかじ、4つのかじが独立で回答や姿勢制御を担うことから水中機動性が劇的に向上しています。また表面がね、テカってない黒ずんでるのはこれステレスコーティングというこれね、音波吸収剤を前面に貼られております。敵機関から発せられるパシブソナーを全て弾き返すことが、レーダーやこれソナーにね、反応探知されにくい構造となっているんですね。さらに艦内にはこうやって AIP 機関というですね、これ液体酸素を用いましたこれですね、外気をとのまない状態で発電を持続可能なことから原子力潜水艦の長期間の潜航が可能になったということで、ディーゼル機関としてはもう、世界でも 最優秀と言われているのがこの総流型潜水艦。今日は手前が総流、奥が親潮型、今日は合計5隻の潜水艦ご覧いただいております。そしてぐるっと奥にはあの潜水艦のみの訓練を行います第一潜水教育訓練隊がございます。はい、ということで今度はぐるーっと見てもらいますかね。次はですね、こちらから新旧の護衛艦、まずはこちら護衛入港したばっかりの阿武隈、そして横にありますのがね、80年代の旗風、まずは手前の阿武隈がこれ3インチ砲、奥のですね、旗風がこれ5インチ砲ですね。で、その横に、旗風の横には今度黒部のね、3インチ砲も見てくるのが見えます。はい、ということで自衛艦はこうやって艦首にこうやって日の丸日本国旗が掲げられ、両舷にこうやって番号ですね。はい、日本の汎用型護衛艦は100番台で、この近海警備艦の範囲については200番台の番号がね、振り分けられています。甲板上で今ずっと今隊員さんが作業しておりますね。今ライフジャケットをね、今ちょっと外されておりますね。はい、そして先ほど見せた 76mm 単装速射砲5インチ砲と一緒にどうぞ写真をお撮りください。肌風の後ろに横に後ろにアストロクラッチを向いております。そしてブリッジ環境ですね。はい、操舵室がありバルコニー、そうですね、ありまして、その上には監視モニターで、上にはレーダーマスト、上から水上レーダー、航空レーダー、三次元操作レーダー、
がこれから360度回るんですね。で後ろに2つの煙突の間にあるマークがアスロックランチャー対潜水艦の魚雷発射艦。あ、皆さん大変ありがとうございます。お仕事ね、頑張ってください。もう入港したばかりでね、もう忙しいと思うんですが、まあ、自衛隊の隊員さんね、とてもフレンドリーな方が多いですね。はじめに、主催者を代表しまして、呉海事カレー呉グルメ実行委員会共同代表呉市長新原義明が皆様にご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。今日はこんなにたくさんの方が出航式にお集まりをいただきましてありがとうございます。私は海事カレー海事グルメ実行委員会共同代表の一人でございます、呉市長の新原義明でございます。呉といえば何か、それは海軍であり海上自衛隊です。我々のアイデンティティ、そして各自衛隊船、それから部隊それぞれにカレーを、違う味のカレーを食べております。海上自衛隊、海軍、海上自衛隊といえばいろんな物語があるのがこのカレーでございます。それぞれのシェフの方が本当に知恵を絞って美味しいカレーをそれぞれに作っていただきます。ぜひ我々呉市にみんなで、今日おいでの方も含めてみんなで呉のアイデンティティであります呉の素晴らしさを盛り上げて、この出航式を機会に盛り上げてまいりたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。